今回はキャベツが余っていたのでお好み焼きにしました。まずはちょっとサラダを一口食べてから無事お好み焼きいただきますと。いやー、キャベツが本当に甘くて豚肉の旨味もすごい効いてて、マヨネーズとねソースの絶妙ですよね。ソースはオタフクソースを使ってます。お好み焼きはねキャベツを美味しく食べられる料理の一つですよね。子供の頃はそんなに好きじゃなかったんですけど、大人になってね本当に好きになりましたね。今回も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。